いよ、はい、始まりました、シンタルございます。今回の動画ですね、こちらをね、ちょっとね、使ったね、動画を撮っていこうかなって思うんですけれども、皆さんこれ何かわかりますか？この機械。これですね、なんか、サーチ機っていうらしくて、今日友達がなんか、アマゾンで昨日注文してくれました。なんかね、検証してほしいらしくて、これどういう意味なの？パックあるやん、普通に。遊戯王とか電話とか。うん。それで、キラーカードが入ってたら、そのパックに当てたら、光るらしいね。ノーマルカードしか入ってなかったら光るらしい。マジで？これでレアカード何入ってるかわかんの？けど俺、店では使ったらあかんと思うけど。そりゃそうやろ。いや、これほんと使うときはマジで家でしか使わないでください。もう遊び半分でちょっとやってください。ちょっと店では絶対使わないでください。こんなん昔あったんかな。 YouTube で見た記憶はある。昔金属に反応してここの赤いランプがね光ります。普通にねこうやってねほっぺたとかに当てても何も反応しないんですけれども、こういうね iPhone とかの金属類とかに当てるとこうやって赤いランプが光ります。これを利用してパックに当てると赤いランプが光んねんな。もともと多分カード用には開発されてない。なんかなんやろ、家の壁とかその大工さんとかが穴開けるときにその金属があったら開けられへんやん。そういうのを多分測るやつやと思うんやけど、まさかカードで使われてるとは思ってないやろな、作った人も。ってことでね、最新の遊戯王のねボックスをねちょっとねドラスタで買ってきました。このサーチ機でレアカードのパックだけちょっと抽出するわ。これいけたらやばいで。じゃあ早速ねサーチ機ね使ってねやっていきたいと思います。ではいこう。じゃあ早速ね、やっていきたいと思います。いやー、いいな、ボックス開けんの。レアパック抽出していきます。じゃあ、1パック目いきます。いきなり ?2 パック目。どういうこと？そういうことじゃん。ちょっと待って。これさ、袋に反応してない。これ、絶対そうやん。これ、これ全部光るやん。これはあかんやろ。全部光るわ、これ。これもしかしたらさ、対策されてるかもしれん。無理なパックや、これ。されてるやろ、絶対。変更するわ。今から、俺がコンビニ10分行くから、その間にこのパック全部剥いといて。で、それで俺はちゃんと当てるから。ってな感じで、このパックでは多分使えないので、とりあえずね、パック剥いた状態で、これね、やってね、レアカードに当てようかなと思います。じゃあ、剥いといて。はい、剥き終わりました。いや、剥いたよ。剥いた？うん、剥いた。うおー、剥いてるやん。言っとくけど、ここまで来たら俺のね、もう独壇場やから。まあ、任しといて。じゃあ、スイッチ入れます。もうこれで外したら不良品やったってことだよね。じゃあ行きます。ならへんわ。2パック目ない。おっ、4パック目、5パック目、おっ、6パック目連続。これほんまに当たってんの？いや当たってるやろ。こんなレアって入ってるもんやった？だったら光ってへんやん。ほか光ってるぞ。8パック目めっちゃ光ってんねん。9パック目今回多いんちゃう？いやそれはあるな。おー、ほんま、ないわ。11、うおー、これもない。12、ない。13、ない。14、ラスト1パックないわ。最後の6パックないで。はい、全部ね仕分けが終わりました。今のところ15分の6で光ってる。一応もう一回確認しよう。あー全部光ってるわ。でこっちは光んない。あれ？待って、1個光ったぞ。ほんま光る。これ当たりか。じゃあ15分の7やな。やばいな、2分の1ぐらいで当たり。じゃあちょっとほんまか答え合わせしていこうか。もうこれ全部外れってことやから、うん、まとめて一気にいきましょう。じゃあ見ていきます。はい、ないやん。ほんまにないやん。ない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 。これはマジで当たってるさ、チキ。これはやばい。じゃあ次、本番やで。全部当たってるカード、今からいきます。うん。いきます。ドン。当たってる？おー、当たってる。おー、ほんまや。じゃあ2パック目。せーの、ドン。当たってる、当たってる。これ表紙ちゃう。もうほんまや。いくで。ドン。当たってます。ちょっと、普通にすごいで。じゃあ4パック目。ドン。なんかすごいの来てんだけど。敷く？これやばない？普通にやばいな、これ。これ確か、買い取り価格で一番高いやつ。ほんま、サーチキすごいな。いや、すごすぎるやろ、これ。残り3パック。ストン。当たってます。6パック目。ストン。当たってます。おー。ラストを締めてください、ドン。はい、当たってます。サーチキやべえ。いや、やばいな、これ。ほんまにやばない。普通に結構感動してるわ。これは多分俺が選んだパックがあかんかって。うん、確かに。3、4年ぐらい前のパックやったら、多分100発100中でできると思う。店だけでは使わないようにしてください。まあ、家でやる分やったら全然いいんやけどっていう感じで。すごいな。まあ、なんていうかな、俺はこういうのがあるよっていうのをただ伝えたかっただけ。興味がある人は買ってみてはいかがでしょうかっていう感じですね。返しとくわ。いや、多分使うことないから。動画以外で。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、また見てね、ボーボー。